どうも、始まりました。トゥナイトバイブ。ということで、この番組は月曜日から金曜日まで、吉本沖縄に所属する芸人が放送している番組となっております。吉本沖縄の岩田優太です。はい、どうも、こんばんは。大井健太です。よろしくお願いします。今日も、夜な夜な始まりましたね、トゥナイトバイブ。水曜日。はい。まあ、11月の一発目ですか、僕らは。あ、そうですね。はい。いやー早いですね。やっと涼しくなってきましたからね。いやもう寒いっすよ。はい。まあこんぐらいの気温が僕は一番ちょうどいいんですけどね。まあ過ごしやすいですけどね。ということで、メールが早速来てるんで紹介したいと思います。はい、早いですね。はい、時にはミュータント、時にはプリティ人気者のケンちゃん、メガネを外したらあら素敵、聞き上手な優しいユートさん、今日もピンクいオーラ出てそうなセクシー正規さん、リスナー、セイキさんも来てますよ、セイキさん宛てにも。リスナーの皆さん、こんばんちは。今日は大江さんが、足りなくなったので、ガラス越しから大江金を浴びに来た、飛び豆ラブな沖縄モンチチダリマメド。ありがとうございます。沖縄も寒くなってきたね。負けたくないからって、モンチみたいに半袖で頑張ろうとしたらダメだよ。風邪ひかないようにね。ということで、無理して半袖来てるんですね。はい、今日はギノワンのツイキャスにて、ハピナハラジオを聞いてたのだけど、好きな芸人は誰かのトークになってて、モンチが飛び出すマーメイドってコメントした瞬間、ケンちゃん登場でテンション上がったのであり、マーメイド。あ、タイミングよく。なるほど。部屋で一人ケンちゃんだーって飛び跳ねてしまったので、アリマーメイド。今月はマーメイドが出る花月を見に行く予定ですよ。あ、今月はなんとケンちゃん誕生日ですね。ああ、そうだね。忘れてたわ。そうか。皆さんからのプレゼントがたくさん届くといいね。山のように、お空からもたくさん降ってくるといいね。あ、そういえば岩田さん、最近おしゃれになりましたね。きっと恋してるのかしら。ふふふのふ。お二人様、明日も花月忙しいかと思うけど、無理だけはしちゃダメだよ。二人を待ってるお客さんがたくさんいるんだからね。今日もラジオ最後まで千葉りよーい、またのーん。はい、ありがとうございます。あ、そうなんだ。お化け中にラジオに出てきました。あ、そうなの？そうそう。何時頃？お化け中って。まあ、ラジオが5時、17時からだったから、うん、その合間に、飛び入りで。降りて。出てきました。ああ、なるほどね。はい。で、11月、そういえば誕生日だな。全く、そんな感覚なく生きてましたね。11月。祝日はないかなって探してました。11月の。誕生日ではなく。うん。まあ、できるだけ休みが欲しいなと思って。ああ、まあ、ね、忙しいからね。そう。ちなみに皆さん、11月26日なので、あの、プレゼントが降ってくるよう願っております。アピールしてますよ。お願いします。25日の、12時くらいから待ってますから。お願いしますね。まあ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 、でも近くなればね。うん、こんな堂々と誕生日告知するの珍しいな。今ちょっとプラモデル欲しいです。ちなみに何の？まあ全体的なもう全部プラモデルだったら何でもいいです。ああ、そう。はい。ガンダムからミニ四駆から。そう。何でもいいですよ。ちょっとプラモデルやりたいんだ。はい。お願いします。なるほどね。はい、みすずさん。岩田さん、おじさん、こんばんは。今日もツイキャスからお邪魔します。おー、来てるな。はい、来てますね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ということで。はい、始めましたね。プラモデルそんな普段やってないんじゃない？いやー、まあ、個人的に、まあ、全然やってないけど、昔ずっとやってたから。それ何？やっぱガンダム系になるわけ？まあ、ミニ四駆もだし、ガンダムも、ロボット系もだし、うん、まあ、戦闘機とか。あ、戦闘機もやんの？そうそうそう。まあ、基本好きなものだけどね、もう何もこの知識はないけど、はい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 、そのボディっていうか、うん、この形がかっこいいと思って全部買ってやってたね。ああ、なるほど。もうパッケージで買ってたんだ。うん、そうそうそう。俺はやっぱりそのミニ四駆は結構やってたのよ、小学生の時。うん、あのミニ四駆は人気だったからな、あの時は。漫画も流行ってたじゃん。うん。レッツ&ゴーだっけ。そうそう。アニメ漫画が。俺、三國藤吉が大好きで。渋いな。そう、スピンアックスがめっちゃ好きで。あの丸みを帯びた。うん。イクデゲス。とあの、雷マークね。スピンコブラとスピンアックスってどっちが先？スピンアックスが先。アックスの進化が。スピンコブラ。あ、そうなんだ。うん、俺、スピンコブラ持ってたわ。俺、あと、やっぱね、レイスティンガーとかも好きだったし。基本その、脇役系なんだな。この、好きになるのは。ちょっと動物というか、なんか、車っぽくないやつが好きだったの。
あ、ミニ四駆、そう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 。まあレッツエンド5のはまあ定番に買うよな。ああ、俺レッツと5のやつは買うってこと。そういや俺はレッツ派だったな。レッツ兄ちゃんだろ。うん。赤だろ。そうそう、あれのボディが結構好きだったな。まあ基本的色違いなんだけど。ああ、そうか。そうそう。ちょっと、あれもななかなかあのや確かにミニ四駆はな結構やったけど。まあいっぱい出てきたな今ミニ四駆の知識が。うん、あのプロトセーバー JB とか好きだったな俺。あ、なんだっけそれ、プロトセーバー、うん、プロトセーバープロトセーバー JB とトライダガー ZMC とか好きだったな。あ、トライダガーあったな、うん、トライダガー、そういうトライダガーがめっちゃ、うん、ブロッケン G か何かにめちゃくちゃにボディ壊されてブロッケン G だってミニ四駆でありえない動きするもんな、まあ、前タイヤ、あ、 前モーターだしなもうだから重みでボディを壊されたのよ、うん、でそれでこのトライダーガーの持ち主が誰だったか忘れたけど、うん、もうめっちゃやばい、どうしようミニ四駆ができないみたいに言ったら、うん、土屋博士か誰かがこのボディを授けようって、うん、このトライダーガーが粉砕したボディを溶かしてもうなんかマグマの何かで溶かして新しくできたのがトライダーガー ZMC っていう。なるほど、めっちゃかっこいいボディだったんだよな。あ、ミニ四駆な。まあ結果プラスチックだったんだけどね、買った時は。いやいや、量産型の。そりゃな、そりゃな。いやもうめっちゃ好きだったわ、あんな肉抜きとかして。肉抜きな、肉抜き。まあミニ四駆大会とかな、もうやっぱ早いものが勝つから。いや結局ああいうのってお金かけた人が一番早いんだよね。うん、ミニ四駆の、ミニ四駆専用のモーター使ってなかったし、俺。どういうこと？別の。もうなんか特殊なモーターだったな。それ速くなんの？速い、やっぱ回転数すごいからな。ミニ四駆なんて知れてるからね、このトルクチューンモーターとか。あったな、トルクチューンモーター。俺のもう6000円ぐらいする王将っていう紫のモーター使って。うわ、知らねえ。もうあまりにボディが耐えれなくて、プラスチック溶けてたから。あ、マジで、うん、回転数速すぎて。そうそうそう。乗せ替え、エンジン乗せ替えと一緒、一回やったら溶けるから。ああそれ大会出れんの？大会出れる。出れんの？出れる。その俺たちがやってる時はまだそういう規制とかもない。今はあるかもしれないけど。ああ、ルールが緩かったんだ。そうそう。もうなんかよ、プロフェッショナルな大人の人と友達になって、ああもうスイッチとか別のところにスイッチつけてもらって。改造しまくってんだ。そう、もうコースアウトすらけど早すぎて。いや、そうだよね。早いとあれ、コースアウトするじゃん、うん、だからその時にマッチ棒とかつけるわけよ。マッチ棒、そうそう、もうボディの上にまた柱みたいなのつけてコースアウトしにくいような。あれマッチ棒っていうの？俺たちはマッチ棒って言ってた。実際のマッチ棒じゃないじゃん、そういうの売ってるじゃん。あ、売ってる。だからそういうマッチ棒をつけてた。あ、そう、マッチ棒っていう、あったな、ね、ローラーだっけ。そうそうそう、ローラーの真ん中にそのマッチ棒みたいなの立てて、スポンジタイヤとかね。あ、スポンジタイヤもあったな。この、うん、どういう地形だと走りやすい走りにくいとかってな、あれもな。あったな、スポンジタイヤに水含ませたりとかして走ってたから。いや、めっちゃやってるじゃん。軽くなるっつって。え、水含ますと？あ、水含ますと重くなるからコースアウトしにくいって言って、うん、ああ、軽くね、軽くし含ませたらめっちゃ走りも良くなるっていう ね、バランスいい湿り具合にするってことね。そうそうそう、めっちゃやったな。だからミニ四駆、うん、デジモンとか。デジモン懐かしいな、超やってた。デジモン、デジモンはもしかしたらこの携帯ゲーム系で一番ハマってたかもしれないな。たまごっちもやりましたし、妖怪座とかもやりましたし。妖怪座出た、あれな、マンポケに。そうそう、結局しないやつな、手で振って、そうそう、歩数稼ぐっていう。で、結局、まあ、デジモンはめっちゃやったな。もう中学校ぐらい、高校ぐらいでもまた一周してやり始めたしね。うん、ああ。喧嘩じゃなくてデジモンするっていう。喧嘩、なんで喧嘩が出てきたかわかんないけど、デジモンは、一緒にやってくれる人もいた。うん、なんか一人がやったらみんな始めるし。だから一周回っていろんなのやったらポケモンもやったし、また。あ、俺、その、ポケモンは高校の時来たわ。一周して。そうそう。またやるっていう。そういうのが必ずあって。うん、まあ、デジモンとかはもう、また熱かったな、一周した時。でも、沖縄ってさ、このデジモンアドベンチャー放送してなかったんでしょ？そういうのはもう見てない。いや、デジモンアドベンチャーあったからあんだけ、まあらしいけどな。盛り上がってたんだけどな。
俺のちゃんはそのままデジモンやってたんだ。そうそうそう、もうそのだけの、そのこのデジタルのゲームだけの世界、もうモンスターああかっこいいなっつって、はあ、まあ攻略本みたいなのもあって、育て方ルールみたいな、あったな。ベーダモン、俺のベーダモン強かったわ。ベーダモン、うん、ベーダモンどんなやつ？宇宙人の脳みそが出てるみたいな、宇宙人の2のやつか。そうそう、めっちゃ強かった。あれだろ、なんかほんと細くて脳みそだけの宇宙人みたいなやつだろ。そう、そう、3とかデジモンとか、まあ段階踏んで3とか4とか出てたけど、うん、俺2でも全然負けなかったからね、このベーダモン強すぎて。めっちゃバランスいい育て方してたかもしれない。まあどう育てたか分からんけど、俺一番最初のデジモン1の時に、うん、むっちゃもう丁寧に育ってまくってたのよ、うん、でちゃんと育てると確かメタルグレーモンになるのよ、うん、でメタルグレーモンであれだいたい寿命とか1週間2週間ぐらいじゃん。まあまあまあそうだね。なんだけど超しっかり育てまくってたから、うん、1ヶ月ぐらい生きてたんだけど、うん、ちょうどその時期におじいちゃんが俺亡くなって、うん、で告別式に出てたでしょ、うん、告別式ってこうちょっと小1時間かかるじゃん、うん、告別式出てる間にメタルグレーモン死んでたわ、うん、へえ、うん、まあ、おじいちゃんと一緒に行ってしまった。なんならだからこのリズムが崩れてしまったんだろうなまあそうそう、育てらんなくてさ、うん、そのやっぱな、そんな告別式中にデジモンいじるわけにもいかないじゃん。まあそうだよな、うん、儚ってた画面が。ああ懐かしい、うん、そういうことあったな。ありましたよ本当にね。ということで昔のね、いろいろなホビーで盛り上がりましたけど、さあ皆さんがハマってたものはあったでしょうか。いや、ね、ぜひ聞かせてください。年代によってもね、ちょっとハマってるものにね差が出そうですから、ちょっといろいろ皆さんの意見も聞きたいですね。そうですね、お願いします。はい、じゃあ一旦ここで曲いきたいと思います。はい、岡村康幸で愛はおしゃれじゃないです。どうぞ。ジーキャス紹介しましょうか。レイナさんこんばんは。テントを頑張ろうかいさん、陽太くんのミニ四駆はやっぱりスリップしやすかったのかな、原付みたいに。いやあんまりねお金かけれなかったんでね、僕はスリップはそんなにしなかったですね。テントを頑張ろうかいさん、ルール無視のプラモデラー言われてますよ。ん？え？はい、ミニオン業じゃないモーター使ってるから、ルール無視のプラモデラーって。あ、そんなルールなかったけどな、自分たちの時は。あ、小学校でしたけど。あれやってた、そのモーター自体にをちょっと分解して導線巻いたりとか、なんかそのモーター自体に改造とかしてた。ああ、俺やったことあるけど直せなくて心配ばっかしてた。 あれものはなかなか難しいよな。流行ったけど、ミニ四駆めっちゃやりましたね。私の弟が結構集めて遊んでました。うん、あれかね、ボディが変わるとね。なるみさん、こんばんは。よな。ねえ。ヒント頑張ろうかさん、一周コンビだな。なんだそれ。あ、伊豆さんが、話は全然違いますが、はい、今日のテレビ番組で正規さんが映ってましたよ。お、正規さん。出たんですか、テレビ。もう来んな、なんだろう。可能性があるとしたら何になるんですか。もう全然わかんない。ドラマ？ドラマですか。いやいやいや、俳優ですか。テレビの仕事は全然ないよ俺。え、なんだろうね。何ですかね、教えてください。みすずさん何に出てたんですかね。それ本当に俺かっつう話もあるんだよね。あ、ポケモンな。ポケモン、まあ、みんなやったからな。確かにポケモンはやってたな。伝統頑張ろうさん、ゲームのキャラが本当は、おじいさんだったかもしれないね。メタルグレーモン、スピードの映画みたいだな。アンドロメディア思い出したわ今。天童頑張ろうかいさん、それってファルコンじゃね。いや、ネバーエンディングストーリーの懐かしい。ネバーエンディングストーリー、なんだこの今日過去を振り返る感じ。懐かしい、ね、90年代、80年代。いいね、いいね、なんかそういうの好きですよ。てのがバロカイさん、いくつなんだ。
映画とか好きなのかな。かのみさん、懐かしのゲームボーイでポケモンしてました。あ、やってましたね。僕たちももう授業中にレベル上げばっかしてましたね。高校生の時もやってたな。高校の時俺ティミーやってた。ああ、はいはいはい。俺なんか高校の時だからあえて赤と緑とかしてた。戻った、うん、もうアナログで勝負だっつって。懐かしいな。リザリーダーリ人影リザードリザードミュウのブラウザとかあったよな。あったな。ミュウ何でも覚えるから、一体だけこの秘伝マシンを全部覚えさせる専用のやつやな。あとミュウ出したらなぜか152匹目のポケモン図鑑にケツバンって出る。出たケツバン。サイドンの鳴き声で、で絵はミュウなんだよな確か、うん、それまたな。ケツバン、あれもでもすごいよな。でも計算してやってんでしょあれ。ケツバン、あ、そうなのかな。だって名前がまずケツバンって時点で、まあ、でもいろいろバグったりしてたけどな、なんか。ザ・カラオケバトル番組で沖縄代表の紹介の時に、あ、ザ・カラオケバトルってこれイオン琉球のですか。 MC なの方ですか。うん、カラオケバトルってなんですか。ザ・カラオケバトルの番組で沖縄代表の紹介の時に出てました。あー、石田さくらか。はいはいはい、はい、あー、それあれだわ、去年で、あの多分外でラジオの特番やってた時に、あー、はいはい、石田さくらが歩いてたからおいおいって呼んだわけ、はい、ラジオ中に。そしたら俺気づかなかったけど、後ろからテレビクルーが起きたわけよ、吉田さんから紹介 V を撮るっつって、はい、その時に撮って多分向いたから俺が言ってたんで。なるほど。このザ・カラオケバトルって何ですか。多分何だったかな、テレ東かなんかの。テレ東、うん、へぇ、番組で沖縄代表で吉田さんから言ってるわけよ。へぇ、紹介 V の1秒ぐらいだと思うよ、多分映っててもわかんないけど、見てないけど。すげぇ、全国デビュー、すごい。そういうのがあったんだ、県外の。医者と桜さんで結果どうだったんですか。前回、去年は多分途中で負けちゃったけど、はい、今年も多分やったんだろうね。いや、だって X ファクターとかも出てましたもんね。そう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 。めっちゃやばいっすよね。あのドラムとかもやりますもんね。もともとドラムで歌ってたからな。ドラマーなんだよな。ラジオもこっちでやってたけどね。あ、そうだ、やってたんですか。あ、そうなんですね。天の頑張ろうかいさん、ミキサーのくせに全国デビューって言ってますよ。やかましいな。ミキサーのくせにこのやろ。いちいちトゲがある。いや、もうそろそろ終わります。はいよ。あ、終わりました。はい、お願いします。あ、マジですか。ミニアク、ミニアク、いや、もう凝ってしまったら終わらないですからね。いや、俺小学校の時やってたけど、こんなんではなかったよ。すごいな。俺らの時タイヤギザギザだったからな。あー、あれか。あアバンテとか。あ、そう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 。はいはい、まあ、あのスポンジには変えてたけどな。いや、でもあれはあれでかっこいいっすけどね、オフロードみたいな。あー、一回僕初めて買ったのそっち系です。あー、そうなんだ。あ、それも一応あったんだ。その次にレッツエンドゴーっていうのが始まって、レッツエンドゴーのおかげだね、この普及した。ちょっと F1 チックななんかボディーになる。ボディーがすごいね。だってなんかプラモ系だったらあのゾイドとかもありませんし。あ、ゾイドはあった。あれもアニメの前からあったけど、アニメで一気に子供たちゾイドあったな。そう考えるとすごいな。いや、昔のホビー。今、岩田くんからゾイド聞かなかったら多分一生思い出さなかったと思ったんだけど。ライガーね。ライガーあったな。ゾイド、なんだゾイドって名前受けるな、マジで。今もありますもんね。あんの。今もありますよ。嘘、マジで。生き残ってるんですよ、多分この根強いファンの。嘘。根強いファンのために。大事だな、そういうの。怖え。
ゾイド。ゾイドってなんだ。勝ったもんな、ライバー。あ、やべ、そろそろ。はい、ということで引き続きトゥナイトバイブをお送りしまーす。はい、はい、ということで、はい、まあちょっと昔のホビーでね盛り上がってましたけど、うん、はい、まあ、ゾイド皆さん知っていますでしょうか。 CM 中にゾイドという単語が出てきましたから、うん、ゾイド、ゾイドもアニメやってましたよね。やってた、やってた。 3D っぽいやつだったよね、なんか、うん、まだ、はい、なん、トランスフォーマー、うん、ビーストウォーズ的な。出た、トランスフォーマービーストウォーズも。あれもちょっと面白かったしな。ないよな、変わってて逆だったしな、うん、まあね、そういうのもあって。カードゲームとかやってた？いや、やってない。 俺はもう友達とかからいらないカードパクってデッキにしてたから。あれ、デニーさん、お疲れ様でーす。こんな普段歩いてるんですか？あ、はい、ビールのお酒飲んで、うん、くらくら酔っ払って酔っ払って、あ、ありがとうございます。とっても楽しそうに。いやジェスチャーが、玉木デニーさんでしたよね今の。いやジェスチャーが上手でした、ね、初めて生で見たかもしれない、玉木デニーさん、うん、めっちゃ笑顔が素敵なんですよね。いいですね、ああいう方で。近くで飲んでたんですね。まあびっくり。こういう人が通ってるわけですよ、小沢。すごいですね、小沢、たくさん。もしかしたら、ミニ四駆とかゾイドの話に釣られて、あ、いや、懐かしいな、つって。俺もやってたな、みたいな。来てくれたのかもしれないですね。ああ、なるほどね。まあそういうこともあって、昔懐かしのおもちゃや、うん、いや、チョロ Q とかもやってたしな。ああ、チョロ Q あったな。俺はやってなかったけど、うん、流行ってたな。チョロ Q もなんか、カスタムできるの、あれって。できる。あ、できるんだ。できる、できる。すると、どうなの、この、走る距離が増えたりする。まあまあまあ、そうそうそう。だから、要は、人、あれ、ゼンマイ式だから、一、うん、回引いて、どんぐらいの持久力が上がるとか。ああ。もう俺が勝ったのはもう、泳ぎもしよったし。いや、チョロ Q？ うん。泳ぐボディもあったしね。何だったかな、他にいろんなのがあったんだよな。泳ぐ1、このチョロ Q で何でもできるみたいな。飛ぶないの？飛ぶ、飛ぶはないよ、さすがに。水陸しかないんだ。空はいかないわけね。なんかあったんだよ。でも空はあったような気がするな。本当に全米なんか飛んでるのかな、プロペラかなんかあって。いや、飛んだらすごいな。競技とかそんなクソもないけど。俺あれやってた、ビーダマン。あー、ビーダマンやってたな。ビーダマンあったな。いや、夏ビーダマンもあれなのよ、締め付けで、うん、打つと、あれってバネの両サイドがこう、なんつうの、はいはい、締まるからね。締まるから、それの反発で早くビーダマンは出るんだけど、それを指で押さえつけて、うん、もっと締め付けを強くすると、うん、発射した時にビー玉のスピードがすげえ速くなるんだけど、その当時コロコロコミックで、うん、ビー玉の漫画やってたのよ、うん、でその主人公のライバルみたいなやつが、うん、ケロベロスっていう、この一回押しただけに2個ビー玉が出る、はいはいはい、やつ使ってたんだけど、うん、その主人公が新しいビー玉にグレードアップした時に、うん、普通にパワー負けするのよ、その2発出てるけど、うん、でどうしても勝ちたいから締め付けるじゃん、うん、威力上げるとき、うん、それで人差し指が、両人差し指が骨折するっていうシーンがあって、いや、あれは笑ったな。もう挫折だな、アホだろと思って。ビーダマンで締め付けするために骨折するかねっていう。まあ熱血ビーダマンだろ多分。熱血ビーダマン、ビーダマンに命をかけてる人なんだろ。いや、これ漫画でどうなのと思ったけどね。変な助長してないか、まあ、他の読んでる人とかだと、うわーマジかよーみたいになるんじゃない。やばい、次の巻どうなんのってなるんじゃない。うん、次のコロコロも買わねえとっていうなんじゃない。もう打てないっつってた、うん、その一発打ったと。最終回、うん、最終敵だから最終回じゃないのよ、うん、あで倒して終わりな。ビーダマンになる、主人公ビーダマンになるみたいな感じじゃない。どういうこと。もうビーダマンが好きすぎて。ちょっと意味わかんなかったけど。もう打てないんだったら、王自体がビーダマンになろうみたいな、そんなんじゃなかったの、うん、
いやいやいや、その敵がやってたからね。あ、そうなんだ。そう読んでなかったな、コロコロとか。通過で勝って終わりっていう。全然ビーダマンとかは俺もってないな。だカードゲームさっき CM 中言ったけど、俺カードゲームは結構いろいろやってたよ。遊戯王やっぱやってたし。ああ、確かに遊戯王っつったら、まあ友達とかがやってたから、いらないカードっていうか、適当に2枚ぐらい盗んでも大丈夫だろうなっつって、2枚盗んで、3枚盗んで、ダメだろ。で、40枚集めて、デッキにして、結果、なんか分からんけど。戦えるようになってた。そうそう。でも、すぐ飽きて、カード屋に売ったら結構お金になった。めちゃめちゃいいじゃんっていうか、もうなんかでも、いい、なんか、あれだったよ。このカードなんていうのかな、この、わらしべ長者みたいな感じで、このカード欲しいんだったらじゃあどのカードと交換しようみたいな、ずっと交換してて、どんどん良くなってた、良くなってて、まあ結局もうなんかそれで満足してしまって、それもそのまま全部売ったら、うん、中学校高校ぐらい4000、5000ぐらいになりよったしな。へえ、いやいいお小遣いだね、それ。やったー、ね、と思って。ああ、まあもともと人からもらったもんだしな。そうすごいなんかいい生活してたな。いい生活。よかった。なんかすごいな、わらしべ長者みたいな。こんな、なんかもしかしたら、みんながいらないのから、どんどん集めてって、そんないいカードになっていくんだっていう違うカードの遊び方してた。すごいな、みんなカード好きで。いや、ちょっと客観的になってるじゃん。距離を置いて。もうみんなだから、ちょっとメガネかけてる、なんか、なんかあまり学校とかでは、騒いでたりしてない子たちが白熱してんのよ。なんとかなんとかで、なんか次はあなたのターンみたいな、めっちゃなんか饒舌に喋って、カードの時だけ饒舌になるんだ。すごいなーって言って、いるよな、そういうやつな。やったけどな。俺の地元で、あのつゆきくんとしょうちゃんっていう二人がそんな感じやったな。あの普段全然喋んないのに、カードゲームになるとすごい饒舌になる。いたな。カードゲームのあれはなかったな、あまり。俺めっちゃやってた、あのマジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームやってて、これは長いことやってたね。小学校から大学でもちょっとやってたもんな。周りでやってる人がいたから懐かしくなってまたやるみたいなのを何回も繰り返してて、で高校の時テニス部だったんだけど、テニス部の部活サボって囲碁将棋部に行って、囲碁将棋部のやつらと一緒にカードゲームやったりとかしてた。強いのよね、囲碁将棋部。やっぱり、そういう、その、盤の上で、卓の上でやるゲーム系が強いから。ボードゲーム的な。そう。やってたな、懐かしいな。ああ、俺たち、もう、その頃何やってたんだろうな。カードゲームなんて、でも、あれじゃない、やっぱ男の子はみんなってか結構やった人が多いんじゃないの。まあ俺たちは地元はそういう感じ、なんかあんま動くものとかそういうのが好きかも、だったかもな。ああ、ちょっと座って何かやるよ。まあ確かに将棋とかオセロとかは健康的だね、なんかね、ハマったりしたけど。ああ、そうか。超インドア派だったしな、俺。めっちゃなんか白熱した鬼ごっことかやってたな。なんだ白熱した鬼ごっこって。めちゃくちゃもう持久力体力必要なルールは何なんだろう。言ったってシンプル、普通の鬼ごっこ。ただここの範囲からで、ああそう考えたら、泥系ってあるじゃないですか。泥系沖縄小座内だけでやりましたよ。広いな。広い、めちゃくちゃ広い。これ参加人数どんぐらいなの。10人以上。友達でいや、めちゃくちゃ、昼始めて夕方ぐらいに終わったもん。で、半日やってる。まあ、これ言ったらおかしいのかも。まあ、賞金というか、賞があるわけです。見つかったチームはとか、まあ、ジュースをおごり合いとか。泥系って、警察と泥棒でしょ？要は全員捕まえるか、そう、逃げ切るか。逃げ切るかだよね。そうそう、だからチームで、こういう賞金があって、で、まあ、最後にまで見つからないっていう人は個人賞みたいなのがあって。いや、もうめちゃくちゃ、大会じゃん。めちゃくちゃ楽しかった。むっちゃ楽しそうだな。で、携帯もその時代持ってるから。大会だ、もう。連絡も取れるわけですよ。ああ、なるほど。いや、こっちの近くのね、中野町小学校が、まあ、要は、刑務所的なものなんですよ。
なるほど。缶蹴りだったかな、どの系だったかな、もうめっちゃ汗かいて。俺も缶蹴りは大学生の時に地元帰った時にかつての高校の同級生とこの大規模な缶蹴りはやってたな。神社と公園一帯を全部エリアにして。やっぱ携帯使うよな。携帯はやっぱ便利よ。携帯使うな。使える。もう今だったらもっとリアルにできるんじゃないかな。もっとできそうだな、なんかな。なんなら今アプリでトランシーバーのアプリもあってめっちゃ楽しいし。ああそんなアプリあるんだ、トランシーバーの。そうそう、なんかボタン押したら喋ってどうぞみたいな言ったらまたジーっつって本当にできるんですよ。だからもうなんか楽しいんですよ。俺ちょっとトランシーバーのメリットって何なの。電話のが良くない。まあいいけど、だからそのより増すんじゃないか、この戦闘というか。手軽さがあるってこと。まあ多分簡単に喋れてるのに。あ、まあ何人まで同時にできたのかな、多分。あ、なるほどね。あ、だったら絶対そっちの方がいいな、うん。まあやっぱトランシーバー特有の。ああ、なるほどね。とかね、中野町賞はめっちゃいろいろ使わせてもらったな。もう今それもなくなるんですよね、中野町賞も。うん。なんか工事して。まあなんかよく通るたび工事してるんで、なくなるのかなって感じもしますけども。なるほどね。うん、まあへえ、そんなアプリあるんだ、楽しそうで。バイバーっていうアプリだったかな。バイバー？バイバーっていう。知識やってたな、養成所の時。いいね、楽しんでるね。まあなんかな、他に遊び。まあなんだろうな。他には。まあいっぱいあったけどな。あ、まあ野球部たちでやる、プーカーボール野球みたいなのあったけどね。あ、プーカーボールね。うん、柔らかいボールで、やる野球がまた、やっぱ柔らかいボールだからめちゃくちゃ変化球かかるんですよ。うん。それでもう、白熱して、もうホームランとかめっちゃ飛ぶし、それで得点決めて、マジで、もう、他の学校対抗で試合してたもんね。いや、他校の人と試合する。他校の人たちとプーカー。もう部活みたいになってんな、うん。メジャーリーグみたいな試合でした。やっぱもう球も速いじゃないですか。この柔らかいボールして変化もかかるんで。うん。ホップアップとかあったかな。もうめっちゃ、その変化球の質だけで言ったらメジャー級だったんだ。その時はもうマジでアクエリアス5本とかみたいなのも、すでに賞金っていうかもう、うん、MVP みたいな用意されてて、うわマジで飲みてえなーっつって遊び方がなんかちょっとあれだな、一個その大会感というか、一個そのレクリエーション感が強い。マジでだって先発ピッチャー決めるのとか、うん、もう先にカンカン1個置いて、うん、誰が先に当てれるかっていう、それでみんなで先発を決めるっつって、みんなピッチャーやりたいから。あ、そうか、なるほどね。いや、いいね。いやでもさ、何かをかけてるわけじゃないですよ。賞金としてあるんすよ、みんなで出し合って。そういうことがありましたね。いや、まあ、今だったらこういうのできないですけど ね、 ね。まあでもこの年代で自分なんか地元では大運動会やったりする人とか多いですけどね。沖縄市の高校の人たちを集めて、どこか借りて大運動会しましょうみたいな。毎年やってますね。先輩とか。めっちゃ写真見るけど超盛り上がってる。普通にあえてっていうか、まあ本当に運動会でやりそうな綱引きとか、リレーとか、まあ騎馬戦とか。まあやっぱ多分、この年代だからこそやっぱ盛り上がる、シンプルなのが盛り上がるみたいな。まあこの年になるとやる機会ないしね。まあな、そういうのな、楽しいよな、やるとな。そうそうそう、そういうのもありましたね。ああ、なるほど、ね。やりたいな、運動会。運動会な。吉本も大阪でやってるもんね。ああ、そうだね。吉本大運動会みたいな。まあテレビでもリンカーンとかでやってるもんな。うん、あれ見せたら楽しそうでやりたくなるもんな。そうだな、やりたいな、やのな。吉本沖縄内だけでもなんかやりたいけどね。まあね、一時期やってたけどね、スポーツやろう、サッカーやろうとか、フットサル、バスケやろうってなってたけど、もうできてないね。そろそろ一石投じようよ、じゃあ。まあ、なんか何か一個企画して。ちょっとカードを進めたらいいんじゃないですか。いやいや、そんな30人とかやるか、カード。一斉にやったらいい。集まって2人ぐらいじゃない。せーの、デュエルつって一斉に、この、もう、バサバサバサってカード切り始めて。いや、惨めだな、なんか。まあ俺は楽しいからいいんだけどさ、
誰も声発さないで、ううとかそういうのじゃない、あやばみたいな、こんなのが。あれマジでやるとチョコとか置いとくのよ、あの頭脳労働になってくるから。あ、2時間とか戦ってると糖分欲しくなってくるから横にチョコ置いて、あの戦ったりとかしてんのよ。スポーツだな。で大人がガチでカードゲームやるとそんなことになる、マジで。流大の時に大学の近くにカードショップがあったんだけど、毎週金曜日にそのフライデーナイトマジックっていう名前がついて、はあ、集まってそのマジックっていうゲームをやるんだけど、うん、あのカードショップだけど、うん、あのそういうやつが多いからお菓子も売ってるっていうその糖分摂取のために。そんな、うん、ああいや、まあ大会か、そういう大会とかあったら懐かしい、うん、まあちょっと話戻るんだけど、うん、あのデジモン大会っていうのが、あの僕なんか近くこっちっていうか、まあ茶壇寄りに、うん、もう有名というかおもちゃ屋さんがあったんですよ、あの、うん、おもちゃ流通センター、通称おもりゅうっていうのがあったんですよ。おもりゅう、もうおもりゅうはもうわかります、おもりゅうは、おもりゅうっていうのがあったんですよ。もうみんな集まる学校終わったら、あ、おもちゃもあるし、ゲーセンとはまた違うんだね。違う、まあ、ゲームもある、ゲームもあるし、おもちゃ屋さん、おもちゃ屋さん、もう街のおもちゃ屋さんだし、ゲームも置いてる、ソフトも置いてる、うん、で外にはまあいろんなゲームもできる、あのキングオブファイターズとかもできる、あそういうアーケードゲームも置いてるし、はいはい、でただでちょっとゲームもできるのよ。いやめっちゃいいので、まあ、そこでデジモン大会っていうのがあって、うん、まあ各みんなデジタルモンスター、自分が育成した最強のモンスターを叩き買わせて、うん、優勝したら、うん、まあめちゃくちゃこのおもちゃ流通センターを通称おもりゅうから、うん、いろんなプラモデルとか、うわ、素晴らしい、いろんなのの詰め合わせがもらえるわけで、みんなそれをいい、ね、それを欲しさにみんなで大会出てて、うん、まあ自分はもうめちゃくちゃ完全体この一番強いモンスターにしても、うん、やっぱ負けてしまうんですよ。さっき言ったやつ、そうそうそう、何モンだっけ、あのベーダモン、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 ベーダモンっていうデジタルモンスター1、2、3、4、5ぐらいまであっての2だよな、2の方のベーダモンはなんだけど、うん、その友達の弟がこの1のか、うん、1のモンスターの完全体モンザエモンで、あクマのやつだろ、そうそう、モンザエモンでもうひょうひょうと勝ち上がるわけですよ、スースーと、あれあれみたいな、あれ、うん、ケンタ兄ちゃん勝ってるんだけどみたいなって思えばもう決勝なんですよ。決勝が僕たちがあの時は小学何年生ぐらいだったんですけど、うん、もういや中学生ぐらいの、うん、おなんだお前みたいな、あ相手が中学生だったの、なんだお前、お前みたいなやつに負けるかみたいな、まあ、しかもなんかマイクパフォーマンスみたいなのもあるんすよ。なんだそれ、再起込みどうですかなんとかっつって、いやマジじゃん、いやいや俺のなんとかもんは強いしみたいな、マジの大会だ。で小学生のこの友達は、うん、あのなんかでも、もう知らんけど勝ち上がってきちゃったみたいな、勝っちゃってみたいな、しかもお兄ちゃんからもらったデジモンだからみたいな、漫画の主人公みたいな立ち位置だなその子で、そのまま戦って、うん、まああれね3回戦ぐらいまであって、あ何回かやるんだ、そう、なんか2つのビームが出て、あそうそうそう、最後にねトゥルルルみたいになって、うん、まあ、最後の3回目の攻撃で決まると、うん、そう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 、で3回目の攻撃が出てトゥルルルってやって出た瞬間もう、うん、この小学校の弟勝ちよったのよ。ああはいはいはい、はい、みんなもう会場みんなうわーうわーすげーみたいな、俺じゃ一番身近な弟だったか、友達の弟だから、おお前すごいなみたいな、ええー、みたいな、なんならもう景品のちょっとちょうだい、ちょっと欲しい、いらないの、いらないのいいから、欲しいからちょうだいみたいな感じの、もう先に言ってたら、あのその弟があまりに勝ちすぎて興奮したのか、このレフリーをやってたあの店長さんがいるんですけど、はいはい、なんか分からないですよ、うん、嬉しかったんですよ、嬉しくて、うわーってなんかあって、うん、おめでとうございますってこの店長が寄ってきた時に、うん、なぜか分からないですけど、うん、この店長の股間を思いっきり握り寄ったんですよ。なんでなん、思いっきりっすよ。どうした、わからないっすよ僕たちもわからないっすよ、どうした、うおーっつってなんだろうな、だから握るところ間違ったんでしょうね、握手の、うん、あっつってみんななんでみたいになって、思いっきり股間ギューって握って、うん、そしたら店長が思いっきり切れて、その小学生思いっきり投げ飛ばしてなんだお前っつって、いや店長もびっくりしたんだろうな、急に来たから、その弟も覚えてないみたいな感じで、はなんでみたいになってるんですよ。いやお前の無意識でやってんだろうな、うん、俺たちは なんで握ったのみたいな、え握って何がって弟はパニックってたんですよ。パニックだもん、
いやもうとりあえずこれはもうある意味興奮状態で、これはもうあの負けた中学生からも喧嘩買いそうだし、うん、店長にももう喧嘩打ってるし、まあ投げられてるし、もう早く商品もらって地元に帰ろっつって何があったんだみたいな、すごいな、門左衛門、門左衛門、門左衛門、あの熊のぬいぐるみなんだけど中には何かが入ってるみたいな謎のデジモンだったんですよ、ヌメモンから進化するんですよ。まあその話からちょっとつながるんですけど、うん、こいつポンコツというかアホで、ああアホなのか分かんないですけど、うん、あのポケモンも流行りだして、うん、ポケモンやってたんですけど、うん、まあポケモンやり始めてレベルも上げないといけない、そうだね、まあね、主人公の持ってるモンスターが3段階に進化します、うん、レベル16とか、うんうん、で最初の主人公がもらったポケモンで、うん、でもらったポケモンで最初旅にする謎の常盤の森っていうポケモンの世界である最初の難関というか、まあ、一番最初のな、そうそう、ちょっと迷路っぽいところだな、出れる、簡単に出れるんですけど、うん、その僕たちはもう突き進んで、うん、もうここまで行ったよみたいに言ったら、うん、その弟が常盤の森からまだ出れないみたいな、ほう1日2日経ってもあらら、お前なんでよっつって、うん、ちょっとじゃあ出してあげるから、うん、ちょっと貸してみっつったら、もう、はい、まあ、こう常盤の森っていうのもめちゃくちゃモンスターも出てくる、戦うモンスターも弱いんですよ、弱いけどいっぱい出てくるな、もうピカチュウとかレベル2とか3とかの敵が出てきて、うん、トランセルとか出てくるな、そうそう、ココーンとか、もうあの経験値も2、3とかしかもらえなくて、うん、レベルが上がる、もうレベル経験値レベル上がるのに経験値がもう1000いくらとか必要なのに、うん、戦うので戦って2、3しかもらえなかったらもう死ぬほど戦わないといけないじゃないですか、うん、お前こんなところでずっと迷ってんの、何やってんだおかしいだろっつって、ちょっと貸してみ出してあげるよって ポケモン見た瞬間、うん、あのもうあのリズあの人影っていうポケモン使ってたんですけど、うん、もうリザードンに進化してるんですよレベル36ぐらいになってるんですよ、やりえな、やばお前何回戦ってたわって、ずっと戦ってたんだろうな、ずっと、いや常盤の森でリザードンはもう相当な速度よ、だって成長速度リザードンだってもうバッチ最終的にもらってる、うん、全部取れるところまでいかないといけないくらいのなのにあのゲーム初めて、うん、まあ、30分ぐらいで抜け出せるところを2日かかってポケモンも完全体にしてしまうっていう、うん、最後の最後まで使えるキャラだからね、リザードンって、うん、あの一応俺たちはもうレベル的には負けてたしあそうなんだ、うん、ストーリー的には全然、うん、あいつに最終的に抜かれたけどな、あのレベルも高いし、あのバッチもひょうひょうと抜くから、あもうだって常盤の森でリザードンに仕上がってるからな、うん、いつでも生きるもんな、奥までな、それはもうマジで笑ったし、すごいな、アホでしたよ、アホだな、中曽根龍斗個人名出ちゃったよ、うん、今でもすごいんすよ、ハンドボールで国体選手まで上がって、いやすごいじゃん、うん、門左衛門とリザードンの、そうそうそう、中曽根、それがあってやっぱ粘り強い、うん、心を鋼の心を培ったんだな、培ってポケモンから得たものもあったんだな、うん、いやもうあのデジモンとポケモンに比べりゃハンドボールなんてちょちょいのちょいですよっつって素晴らしい、そうですね、うん、いやーそれ面白い話もありましたね、はい、じゃあ一旦ここら辺で曲いきましょうか、曲いきましょう、いやここ で, いいです、ね、ポケモンゲットだぜ、いけたら最高だったのにな、いやでも今日はこのなんか昔のゲームホビー系の話ちょっと楽しいですね、いいっすね、じゃあちょっとじゃあ懐かしの、あじゃあ曲紹介お願いします、はい、じゃあファイアーボールで、999ルーラーズです、どうぞ。常盤の森の中曽根あ中野町長は建て替えなんだな、結構読んでないね、うん、おあ、カラオケ、ザ・カラオケバトル。今回も残念でしたが、めっちゃすごかったですよ。優勝者、千葉県代表の中学生。中学生かい、すごいな。七海さん、大江さん、カメラしてる姿がセクシーでした。あ、セクシーかい、ありがとうございます。遊戯王好きでした。カード商法から。商法じゃないんですよ。本日さん、遊戯王確かに懐かしい、懐いわ。江戸川丸岡さん、人からもらったカードを還元して、合流するカードゲームの新たな遊び方、まあ、リアルなカードゲームみたいですね、デュエラーですね、デュエラー、今はヴァンガードだよね、あそうなの、そういうのがあるんだ、興味ないからやったことはないけど頭結構使うよね、もうちょっと
私の小学校の頃はめんこかおはじきやってました。あーめんこね、一周してやったんだけどな。 MVP みたいな、あ、まあそうです、 MVP みたいな商品がもらえたりしたんですよ。こういう風なすれば必ず金を絡ませる。いや金じゃないですよ、マージン的なものです。あアプリ ね、 バイバーですね。バイバー伊豆さん、中野町は建て替えで今工事中です。うーんそうなんだね、中野町の風です、ね、になるんだね。高校の宣伝ありがとうございます、さすがコミュニティ FM。 ありがとうございます。そうですね、ん何の時だこれ。これやっぱり何かかけてるし、野球かな。まあ悪意ですか。大人の大会と変わらないね、忘れてたのねって文筆さんが、ね、いいね、そういう大会感を出すのちょっと盛り上がるな。盛り上がるよ、めっちゃ遠藤頑張るからさ、金の匂いに敏感な子供だったんだ。切り丸よ、切り丸。沖縄の吉本もやればいいのに。え、このお金を絡ませての、いやいや違うし、この運動会みたいな、ああ、ある意味その光景が怖いわ。七郎さん、ペッパーでコフレームありがとうございます。沖縄吉本の大運動会見に行きたい、ぜひやってください。みすずさん、もちつさん、エルナミに甘いもの取りたくなるんじゃない。マロさん、デジモン欲しい。マロさん初めてじゃないかな、いらっしゃいませ。みすずさん、私の地元にもありますよ、タイムっていうお店。タイム、いや、あ、どこ知ってる。あれタイムってあったやん、どこ。沖縄市だ。なミニ四駆大会とかカードゲーム大会とかやってましたよ。へぇ、中野町の和樹さん、ミニ四駆大会も楽しかったですね。クラッシュを見るのか、クラッシュを見るのか。いや、ミニ四駆大会やってて、隣が国体道路っていう道路なんですけど、うん、コースアウトしてそのまま国体道路にて車に轢かれて泣いてた子供がいましたけどね。うわ、ミニ四駆、ミニ四駆がペシャンコになってんの、うん、かわいそうだった。かわいそうだな、それは。そこに何の意味が、あ、興奮しすぎてディンゴと握手。意味が分からなかった、このダンソネリュウとは。まさかのディンゴ握りに、ディンゴ握り攻撃にギガ動転し、子供を突き飛ばしてしまう、おもちゃの店長、静まり返る会場。そう、まさにこの状態です。相当強く握ったんだろうな。だから、アホよ、アホ、アホよ。時代の森の中さ、ハンドボール部でした。そうなんだ。これまだ続いてる。曲調変わったな。終わりました。OK。すいません。いやいや。カロさん、コイキングレベル99ってのは見たことあるな。本日さん、この曲面白い、後で曲名知りたいです。あー、本当ですか。ファイアボールっていう国体に出たら五輪中ですね。そうだな、聞かれたな。こんな遊びしたな。タイム上げだ中の近くどう。あー、タイム思い出した。ゲーセンでしょ、あったな。今もあるんじゃないかな。へえ、あ、ちなみに僕大会してたんだ。近いな、本当に。おとちゃんも茶炭っ子ですから、沖縄市茶炭境目に住んでたからな。国体も、あ、じゃあ国体道路知ってるのかな、ななみさんは。家からあ、他に今ゲームってあんのか。今いろんなゲームあるからな。なんかゲームの種類とか内容も広がりすぎて、俺らが子供の時みたいな、この誰もがみんなやったゲームみたいなのなんか少なくなってそうだよな。うん、俺の時はなんか、ま、古いゲームも、古いゲームを改良したゲームとかあったけどな。古いゲームを改良したゲーム、そうそう、ディノブリーダーとか。なんだそれ。あのもうシンプルなゲーム、スクロールゲームよ。こう画面が動いてて主人公がこう歩いてる、要はファミコンみたいなゲームの、うん、テレビにつながる携帯ゲーム、うん、このゲームボーイなんだけど、おスクロールゲーム式というか。はい、ということで引き続きトゥナイトファイブをお送りします。はい、今日はホビーで盛り上がってますよというか、早速また火をつける言葉を中野町の和樹さんが言ってくれましたよ。
ハイパーヨーヨーとか。やってました、やってました。まあね、昨日で、ちょっとね、てか今日の昼に東京に帰ってしまいましたけども、東京からね、50日間、ボヨンボヨンさんっていうコンビが来てて、うん、それがネタでハイパーヨーヨー、ハイパーヨーヨーじゃないか、ヨーヨーを、まあ、ハイパーヨーヨーも使う、うん、芸風なんですけどね、ちょっと前にも話したよね、このハイパーヨーヨートークな、ステレスレイダーと、そうそう、え、俺が持ってたのは何レイダーだっけ、ハイパーレイダー、ハイパーブレイン、ハイパーブレインか、うん、俺はステレスブレインを持ってたのか、うん、あ、持ってたのよ、あの当時5000円ぐらいしたよな、あのヨーヨーな、まあ、ステルス系は高かったっすね、うん、まあ、ヨーヨーな、ね、ありました、でヨーヨーのさ、ハイパーヨーヨーの、うん、なんだっかな、ヨーヨーの後ぐらいに、うん、俺はてかもう年齢的に俺らの年のやつらやってなかったんだけど、うん、ベイブレードみたいなのコマ、ベイゴマね、コマのやつも流行ってたよな、はいはい、あれはもうやらなかったな、俺もやんなかった、あれはやらなかったな、うん、他になんかあるかありそうだけどな、今出てこないけど、まあ、ハイパーヨーヨー系だというとジターリングとかやつ流行ってたな、ジターリングって何、そうリング、大きい輪っかの中にもちっちゃいリングがあって、あれか、うん、あれずっと回して回転させるやつ、技やったりして、あ、懐かしいな、ジターリング、それこそ多分もともと昔のものじゃないか、バージターリング、うん、ぽいね、なんかすごい昔、すごいっていうかマジシャンとかがね使ってそうだよね、この、そうそうそう、だハイパーヨーヨーで、ヨーヨーもう昔のおもちゃだけど、ハイパーヨーヨーで子供たちに火がついたから、ジターリングもまたなんか復活して出てきたみたいな、ジターリングそんな普及しなかったな、あれな、うん、でも面白く、あ、まあ、うるさいしな、あれジュージュイーみたいな、なんかずっと音鳴ってるな、めっちゃ怒られてたわそうなんだ、あ、時間告知はないのと、まああっという間の時間ですね、そうですね、もうあと3分弱ぐらいです、3分強ぐらいですけど、はい、はい、ということでメールもいつ来てるんで、お、はい、こんばんは、ラジオネーム中野松地の和樹さん、うん、今だから話せる感動秘話、単独ライブ直前に解散危機とか、安易なお涙頂戴に走らない飛び出すマーメイドは素晴らしい、お、ということで、確かに過去の話振り返ってますけど、そうですね、ねえね、コンビの話というよりはホビーのおもちゃの話の方に広がりましたね、ちゃったな、いやー楽しいっすね、なんでこんな話になったっけ、え、なんだろう、ミニ四駆、一番最初ミニ四駆の話してたよ、ミニ四駆、なんでミ、あ、誕生日だよ、あ、そっか、誕生日で、っつってなんかプラモが欲しいっていう、あー、プラモデル、いや、それこそもう告知しとき、誕生日の、あー、誕生日、うん、もう一回、あの11月26日に誕生日がありますので、はい、あ、もうみんなでね、今この1時間喋ってた、うん、ね、いろいろな話しましたけど、うん、ホビーの話、一番ぬいぐるみが欲しいです、あらら、変わりましたね、この1時間で、ぬいぐるみ、かわいい大きいぬいぐるみ、抱き枕にできるような、何のやつがいいんですか、ぬいぐるみは、キャラクターとかは、あれ、何ですか、ベイマックスみたいな、ベイマックス、大谷あゆみじゃん、大谷あゆみ、ふわふわしてるやつ、大谷あゆみでもいいですなんなら、あ、本当ですか、大谷、うん、さん喜ぶんじゃないですか、これは、うん、お願いします、あ、ね、あ、なんかケーキいただいた、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、まあすいません、11月26日が誕生日なんです、うん、いくつになるんですか、28になります、あーと、どうね、はい、アラサー、アラサーですね、お酒飲んでますね、おじさん、いいですねいい顔してましたね、爽やかなイケメンでしたね、はい、まあね、セーラームーン、セーラームーンあー、セーラームーンも好きだな、セーラームーンのスーファミのゲームも面白かったな、メタルスラッグみたいにこうスクロールでどんどん進んでいくゲームなんだけど、あれ面白かったな、半日やってたな、友達と一緒にずっと、いやあ、さあね、はい、まあ、いろいろな話もしましたが、ということでもう今週のお別れの時間がね来てしまいました、うん、ということでこの番組は月曜日から金曜日まで吉本沖縄に所属する芸人が放送している番組となっております、明日の木曜日は、誰だ、変わったんだよね、多分ね、先駆け、明日アバリアンかな、誰ですかね、ハイビスカスパーティーか、ということでね、うん、今月になってちょっとね、でも分かんないんだよ、まだ分かんないですか、誰か変わるのかよく分からない
あ、なるほど。ということで、まあでも、あの、吉本沖縄に卒業芸人が明日も放送しますので、この時間、明日も、聞きに来てください。それでは、今日は以上になります。また来週、バイバーイ。